ツイッターで、はい、まあ、こんな動画を見、ツイッターとかまあ X、はい、こんな動画を見たんですけど、はい、男子2人、はいはい、女子が1人で、はい、男の人が遅れてきました、うん、僕もちょっとあんま関係性とか分かんないんですけど、はい、男の子が遅れてきた、はい、で女の子が聞くんですよ、はい、なんで遅れてきたのって、はい、ですると、はい、会社でこれこれこういうことがあって遅れてきた、うん、って言うと、もう一人の男の子が、はい、なんでお前そんな聞き方すんだよ、はい、って言うと、まさしくそんな顔を女の子はするんですよ、はい、えって、はい、キョトンとするんですね、はい、いや気になったから聞いただけだよ、はいはい、で男の人も、うん、うん、だよねって、うん、っていうところから始まるんですけど、はい、そうするとそのだよねって顔をした男の子は聞くんですよ、はい、ちなみに、うん、これあの暗い意味じゃなくて、はい、自殺の反対語って何だと思う？情報はそんだけです、はい、自殺の反対語は自殺の反対語、はい、自殺の反対の言葉は他人、産む他人意味が分からない、産む、なるほど、はい、まあ、反対にしようとしただけです、自殺の、なるほど、はい、その中で、はい、女の子は、はい、他殺だったんですよ、はい、で男の子の答えは、はい、ちょっと忘れちゃいました、はいはい、僕の答えは、はい、生きるです、はいはい、同じようにこのなんでお前そんなこと言ったんだよ、はい、っていう子は、はい、生きようだったんですね、はいはいはい、でじゃあ第2問、はい、悲しみを、はい、分けるとどうなる、はい、悲しみを分けると、はい、どうもならない。なるほど。僕は、はい、悲しみを分けるとって聞かれると、はい、あーって考えてですね、はい、悲しみを分けるかと、悲しみを分けると、うん、涙と心だな、はい、悲しみを分けると、はいはい、多分僕の中で一生懸命分析したんでしょうね、はい、外と内だと、はい、外で涙、はい、内だと、はい、でしました、はい、でそれを女の子に、女の子の答えは、はい、悲しみを分けると、うん、悲しみが倍になるなんですよ、はい、僕は総量が変わらないです、だから何も変わらない、なるほど、その倍になるの意味は、はい、悲しみを分け合うと、はい、要は私が悲しい、はい、この人も悲しいで倍になるでしょ、はい、っていう答えだったんです、ね、はい、で出したこの答えは、はい、悲しみを分けると、うん、カナとシミになると、はいはい、そうそう、このトンチですかね、男の子を怒り出すんですよなんだ悲しみっていうのはこの、はい、分け合うこの気持ちが分かることで、はい、みたいなことで怒り出すんですね、はい、でじゃあ例えば、うん、風邪をひいたって言われたら、はい、どうする、はい、どうする、風邪を、まあ、なんか電話で、はい、風邪をひいちゃったの、病院行ったらいいんじゃない、まさしくその女の子は、はい、と女の男の子も、はい、病院に行ったらいいんじゃない、はい、そうするとその男の子は怒り出すんですよ、はい、風邪をひいたって言われたら、はい、それは家に行くだよって、はい、家に行って看病して、はい、この冷たいタオルをやるとか、はいはいはい、料理を作ってあげるとかみたいな、はい、でいやいやいやみたいな、はい、まあ、それがなんか裁量であればそれですよみたいな感じ、処置として、なるほど、私の風邪をひいたと言われたらの答えは、はい、寝て食べようなんですよ、はい、寝とけって、はい、まあ多分一緒ですよ、病院に行ったらが最善だと思うから病院に行ったらだし、病院に行って辛いんだよねって言ったらそうやって看病しに行くかもしれないし、はい、食べ物がないよだったらじゃあ僕はあの玄関にかけといてあげるみたいなことはやってもいいかなと思います、はいはいはい、で最後にじゃあ例えば誰かから、はい、月を見てたら、うん、顔が浮かんだから、はい、電話したよ、はい、って言われたらどうします、まあ、相手によりますね出た男の汚いやつじゃないですか、そうまさしく僕も、はい、まあ、今は、はい、あのパートナーがいるので、はい、まあ、いついると言っても、はい、その人によっては、うん、チャンスですし、はい、人によってはめんどくせえですよね、はい、はいはいはい、そんな感じです、同じ、はい、でその2人の、はい、おそらく T なんでしょうね、はい、T の人は月を見てたら、はい、顔が浮かんだから電話したよって言われると、はい、なんでって聞くらしいんです、はい、
なんでって聞きます？それぐらいわかるだろうって思いますよね。いや、まあどういう意図かな、そのだから相手によるって話ですよ。友達とか、なるほど、親父とかなるほど、はい、によってなんか変わるじゃないですか。なるほど、うん、みたいな。友達だったら、はい、クリリンのことかですよね。僕お前月ってやって、はい、すいませんっていう動画が上がっていてですね、もしあのよろしければ、はい、リンクを貼っておくので、はい、暇の時に、暇な時にというか、まあ、はい、ちょっと脇でご覧になっていただければと、はい、ちょっとこれ疑問に思ったのが、はい、まさしくその最後の、はい、月を見てたら顔が浮かんだから電話したよって、はい、もしかこれが異性から言われたら、はい、なんでってならないよなと思うんですよ。まあ、なんでってなったとしてもそれ以上に嬉しいとかっていうのは来るじゃないですか。でこれは僕はなんでって思わないのは、はい、まあ、僕は自分のことを F だと認識しているので、はい、あ、これもしかしたら T の人は本当に分かんないのって思って、はい、ちょっと隊長に聞いてみたんですよ、はい、そしたらまさしくあの同じ男の反応だったので、はいはい、でも分かんないもんなんですかね。その、まあ、例えばなんだろう、異性、好きな異性とかだったら、はい、もう嬉しいが来るじゃないですか。嬉しいが来るし、あ、まあ、月じゃなかったとしてもねっていうこと、月じゃなかったとしても嬉しいが来るだろうし、はい、でまあ、そんな風に電話をしてくるのは好きってことかって感じじゃないですか。好きなんじゃないかって思うわけじゃないですか。じゃあこれが、何の意識もしてない異性だったとすると、はいはいはい、どう思います T の人は。あ、 T 代表にしてすいません、例えば女性からかかってきたら、はい、まあ、話の内容にもよりますけど、いや月を見てたら、その顔が浮かんだから電話しちゃったって、うん、夜の12時ぐらいにかかってくるんですよ。だからその状況、本当になんか仕事の電話とかもかかってくるじゃないですか。いやだからし理由はそれですって。理由はそれだけど、はい、あとですね、その後ですね、そうそう、もう本当にただふと思い出したみたいなのってあるじゃないですか。仕事じゃない人ですよ、仕事の、あれだから仕事でそういうこともあるじゃないですか、はい、っていうのを想像するので、はい、あのこの状況によるみたいなところですけど、はい、何にもこう仕事とか関係ない、関係とない人だったら、何にも意識してない女性だったらどう思います、はいはい、で女性からそうやってかかってくるってなんかあるかなって期待はするじゃないですか、っていう感じですよ。そういう想像ですよね。でもそれはあの T の人でも、はい、その推察はできますよね。それはできますよ、気持ち、はい、この人こういう気持ちなんだろうなっていうのじゃないかなっていう、それが当たってるかどうか置いといてですよ、まあ、そこで生まれる勘違いは、はい、あると思うんですよ。 F のためを代表する私としては、 F じゃなくてもありますよそれは。あ、それは僕の先輩特許ではないんですね。まあ、なんか普通に推測したら分かると思うんですよね。そういうのって別に F だから T だからじゃなくて、もう、はい、なんかこう一般的な感覚じゃないですか。はい、だからそこからそう一般的じゃない人もいるので、絶対ではないと思うんですけどっていうね、このまあリンクをつけたんですけど、はい、これがあの X に上がっていて、はい、で結局やっぱそれって、まあ、僕は、うん、僕が見ると、はい、F の民を嘲笑っている動画に見えるんですね、はい、なんでそんなこと考えるのっていうのを、はい、T の2人が、はい、そのやるんですよ、 F の人に対して、はいはいはい、で、はい、この T でそういう話題を持ち出す男が、はい、自分の彼女は F だと、はい、だからシンパシーではなく、はい、エンパシーを使うことで、はい、俺は彼女のことをすごい上手に扱えるんだぜ、はいはい、っていう動画なんですね、はい、でそれの動画のにつくコメントで、はい、これだから F とは分かり合えんみたいなのが、はいつけられ、はい、また僕はムキーとなるんですよ。はい、そんな単純な二項対立で、はい、なんか物を測るような、はい、お前の方が議論ができんやつじゃキーってなるんですけど、はいはい、どう思います？まあそう思いますよ。諦めた。諦めたっていうか、はい、まあそのまあ分かり合えない、なんか最後の月ぐらいは、はい、なんかそういう想定なのかなって思うじゃないですか。はいはいはい、はいはい、なのでまあそうやって、まあ、そういう想像をして、まあ、仮説ですよね、そういう仮説で
こう受け取るから嬉しい気持ちになるみたいな話じゃないですか。で別にこうそれが想像できない人の場合なんでってなるわけじゃないですか、はい、親父とか親父から月を見てたらって言われたらえなんでってなるじゃないですか。そうです、ちょっと四季が近いかなとかって思っちゃいますよね、はい、視聴性を見たのかなって、はいはい、だからそこの推測ができるかどうかだとは思うんですよね、なんでってなるかどうかは。ああなるほど、はい、ただまあこれ今ちょっと危険かなと思ってるのは、はい、これあの X から取り上げたんですけど、はい、同じくあの X で前最近上げた動画で、はい、INFJ INFP それ誤信ですっていう、はいはい、まあ、10月ぐらいに撮ったやつなんですけど、はいはい、それを編集してあげたんです、はいはい、そうするとなんかその、はい、多分主なんですかね主、はい、主と思われる方からのコメントで、はいはい、なんでこの人がこんなに怒ってるかわからないと、はいはい、推察しちゃダメなのかと、はい、いうお叱りを受けてですね、はい、あ僕見てないな、あそう今上がっていて今、はいはいはい、このコメント俺どうしようと思って、はいはいはい、一応僕はあの動画は、はい、隊長が、はい、それは推察ですよ何も起こってませんよで、はい、ですよねっていう、うん、はい、流れパッケージにしたつもりなんですね、はい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 、でもなんかその要はそんなことやっちゃダメだったんですかみたいなのが書かれていて、はい、なんかこの二等兵のキャラクターって、はい、この混乱を生む要は例えば INTP ですが、はい、その僕言うじゃないですか、はい、INTP は、はい、INTP は、はい、タイムリープものが好きで、はい、トップガンは見ないんですよって、はいはい、言うじゃないですか、はい、そういう決めつけは嫌いですってくるんですね、はいはいはい、いや違うと僕そんなこと思ってませんと、はい、まあ、それと同じ状態じゃないですか。えその人もそう多分そう、はい、違うと若干持ってるんですと、それをやってる、お互いにやってる、お互いにやってる、その INTP はタイムリープものが好きなんですよっていうのと、はい、なんかこうあれ何でしたっけ、 T と F が T と F これだから F は議論ができんってとか、はい、その上げたやつって確か誤信だってやつって、はい、悩む人ですよね。悩む、いや違います、違います、ツイートで、はい、INFP とか、はい、INTINFJ、あ、そうそう、 INFJ、はいはい、INFP はい、って言ってる人は、はい、おそらくヤンダ S みたいな話じゃなかったし、あの違うは、はい、おそらく、S とか J なのに、はい、そのブラックな職場であだから誤信してるんだろうねって S だと、まあ、ヤンダ環境にいると、あ、ヤンダ環境にいる S が3割か4割ぐらい混じってんじゃないかみたいな話でしたよねって、っていう人が誤信をして、はいはい、INFJ とか INFP って言ってんだろうなっていうのに対して、はいはい、また誰か違う人が、はい、私もそうだと思いますみたいな、うん、でそれってまあ結局タイプリームものが好きなんですみたいなのと一緒ですよねって話です。ああなるほどね。でそれに対してそうやって反応が来るからこれはこうだって仮説を出すと反対意見は来るもんですって話じゃないですかね。なるほどね、はい、さこの誤信とかっていうのは言葉が強いじゃないですか、はい、僕のは冗談ってわかるやん言う差が、でも誤信だと思うってついてるわけじゃないですか。断定はしない、思うはついてました、はいはい、断定はしてないみたいな、私はこう思うってだけの話じゃないですか。そうですね、なんか私の意見を言っちゃダメなんですかみたいな話ですよねこの人が言ってるのは。あーかもしれません、はい、というのがいろいろあってですね、はいはい、ちょっと今日のやつも、はい、ツイートはMBTI で調べると、はいはい、結構なんか出てくるんですねその動画が、はい、うん、でそういう F と T っぽい掛け合いが面白いみたいな、はいはいはい、の中で、はい、これだから F とは議論ができんとか、はい、あってですね、はい、ちょっと取り上げてみました、はいはい、そんなの信じてんじゃねえよって。何がですか F とか T とかさってまあそういう傾向があるだろうなって話ですよね。でもっていうのが多分この人を見て、はい、この人は自分のことを NF だと思った SJ なんだろうねとか、はいはいはい、そういうのが来るんだろうなと思ってます、はいはいはい、というところでごきげんよう。